どうもお疲れ様です。今回はですね、レンジ戦略の例ということでちょっとお話ししてみようかと思います。FX でトレードする際、レンジオプションが攻略できたらもう常に利益を取るポイントがあるみたいな感じなんですよ。で、レンジ戦略の他にはトレンドを、攻略するっていう方法がありますけども、このトレンドっていうのはね、なかなか出てくれないんですよ。だいたい割合でいくと全体的な相場のうち、30% 弱がトレンドなのかなと思います。一方向に、ずっとね進むってやつです。で、もう一つがレンジなんですけども、レンジってのはね、結構な頻度で起こるんですよ。だいたい6割から7割ぐらい。だからチャートを開けばレンジがどっかに出ているっていう風に見た方がいいと思うんですよね。まあ、その中で今回はレンジの攻め方をちょっとね、例題として出したいんですけども、ちなみにこれは実践のローソク足の集合、つまりチャートなんですけども、例に用いただけなんで、これが実際このレンジオプションに使えるかどうかっていうのはちょっとね、今回は頭から抜けといてほしいと思います。さあ、こんな動きがあった時に私だったらどういうレンジを引くかってことなんですよ。候補としては、ここですよね。高いところ。そして折れ曲がった低いところ。さらにはここというところが思い浮かびます。で、さらにですね、こういったところもあるんで、もう無数にあるじゃないかってことになりますけども、この中で私が選択するのは、大体ここなんですよね。で、次のポイントがここです。理由は様々ありますけども、一番高いところで、幅の広いところでレンジを組んじゃうと、幅がね、でかすぎて、その間にね、いろいろ値動きって暴れて、結局はレンジオプションが取れないんですよ。ですんで、一番レンジオプションが取りやすいところっていうので、こうやって図を見たときに、私の場合は、値動きが集まりそうなポイントということで、まずはこことここに仮設定します。これは仮設定なんですよね。だから、今後の値動きを見ながら、実際にもっともっと狭めていったり、広めていったりってことは、微調整していきます。で、このポイントを引いたときに横にぐーっと引いてできたのがボックスってやつですよね。さあ、これでまずは仮設定のレンジ戦略がスタートします。仮設定のレンジ戦略がスタートするってことは、おおむねこのあたりとかこのあたりに来たときにアクションするってことです。どんなアクションかっていうと、まずね、この間に入ったときはセルでエントリーします。そしてこの間に入ったときはバイでエントリーします。機械的にそんなもんです。で、今値動きがぐーっと進んできて、ここに入りましたんで、ここでセルするわけなんですよ。つまりはこの力点を当てにした反転狙いですね。こっちに動くだろうということでセルを入れるタイミングに今入ってます。で、間隔がこのぐらいありますから、例えばね、上から下までの、これちょっと無視してくださいね。こっちのメモリは上から下までの幅が、私は60ピップスから70ピップスぐらいが結構好きで、そのぐらいの幅でこことここが取れたらそれを採用することが多いんですね。そうするとこの矢印が書いてあるところの幅っていうのはだいたい10ピップスになります。で、間がだいたい50ピップスとか、狭くて40ピップスって形なんですよね。で、狙うのが20ピップスから30ピップスの利益ってことになります。このバランスで、私はレンジ戦略を組むことが多いです。結構見つけやすくって勝ちやすいんですよ、これが。で、この感覚は個人個人違うというふうに教わりましたけども、でも結局は、上級と言いますかね、トレードで利益を安定的に上げてる人ってレンジ戦略は、この見つけ方がうまいんじゃないですかね。つまりは上下の幅が60ピップスから70ピップスで、で、実際そのレンジ内戦略で20ピップスから30ピップスの利益を取っていくという感じです。だから上から下までのこの幅で取っていくっていうのはちょっと違うんですよ。もちろん狙いたいんですけども、値動きっていうのは半分までいって反転したりとかってこと結構ありますんで、とりあえずは20ピップスとか30ピップスを利確しといて、まだ伸びると思ったら追撃を行くんですよね、残りの動きっていうのは。そういうふうに2段階に分けていくと、利確を積み重ねていくことができて、リスクを減らすことができるというふうな考え方です。もちろんね、時間的に余裕がなかったりとか、タイミングよくチャートの前に張り付いていられない方は、ちょっとごちゃごちゃしましたんでね、一回きれいにしながら話しますけども、そういった時間のなかなか取れない方っていうのは、例えば3、4時間に1回しか値動きを見に来れない方っていうのはね、どうするかっていうと、ある程度放置しておくっていうリスクが生じます。ここでバイでエントリーしたら、しばらく放置しといて、このあたりで気づいたら、ここで決済するかどうか決めるって感じです。で、うまいことこう伸びてくれればいいんですけども、
こういう風なケースでロスカットってのも当然ありますんで、放置しすぎると危ないですね。で、私たちの生活スタイルに合わせてロウソク足が動いてくれるってことはもちろんありませんから、だから自分の攻めていく時間軸ってのが必要なんですよ。私はですね、朝6時にチャートを見て、午前中にもう1回、午後にもう1回、18時ぐらいに最終的な相場を観察する。1日このペースで 3,4 時間に1回見に来られる方っていうのは、1時間軸でトレードをすると最もバランスがいいと思ってます。それはこの7年間やってきて確かになと思うことばっかりだったんで、いわゆるサラリーマンさんで自分の出勤時間の間にトレードをちょこちょこしたい方っていうのは1時間軸でやるといいと思いますよ。で、18時ぐらいにはもうトレードも店じまいして、19時以降はね、平和な家庭にトレードも持ち込まずに帰っていくということです。で、もしね、そこでもトレードしたかったら、基礎知識をしっかりと学んだりとか、テクニカルを復習したりとかっていうことをすればいいんじゃないですか。実践はだからやっぱりね、稼働時間と合わせた方がいいと思いますね。そもそも日本時間っていうのが、朝9時から始まって、だいたい15時に閉まって18時まで余力があるって感じですから、その間で取引した方がいいでしょうね。で、ニューヨークタイム、ニューヨーク時間になるともう深夜とか明け方までになっちゃいますから、これはなかなかね、通常お昼の仕事してる方は困難だと思いますんで、私の取引時間に合わせるような感じで朝6時からスタートして夕方6時まで、この12時間で勝負すればいいんじゃないかなと思います。さあ、それでレンジ戦略なんですけども、そこにも細かいテクニックがあります。というのがね、この範囲に入ったら、エントリーをしたり、利確をしたり、まあ、損切りをするときはするっていうふうにお話ししているわけなんですけども、ブレイクアウトですよね。例えば、ここで上昇すると思って、バイでエントリーしたけども、下落して、ここでロスカットを食らっちゃいました。そればかりか、ここを突き抜けて下の方に行ったら、やっぱりブレイクアウトって言ってね、セルの方向に舵を切る必要があるんですよ。つまりは、このレンジの引力を突破したわけですから、もうレンジの中にいるんじゃなくて、レンジの外に向かってエネルギーが解放されてしまうと。そしてそれを見た他の投資家さんも同じ方向に追従してくるんで、この動きが自己強化されて、もっともっとね、伸びていくっていうことが多いってことです。まあ、その間をスカッと取っていきましょうっていうふうな戦略ですね。これがだからレンジ戦略の中でも、ブレイクアウト戦略って言いますよね。レンジ内から抜けて、外へブレイクしていくからです。つまり、レンジを壊す、ブレイクして、外に出かけていくってことになります。それからね、レンジ戦略の間ですけども、きっちりとエントリーとそれから利確や損切りをね、じゃあこの決まったところでやるのかって言ったら、これもね、だんだん慣れていくと、例えば利確をここ手前でやったりとかするんですよ。あ、もうこのくらいで利益でいいやみたいな感じで、ね、でこれはね、細かく見るとますますね、そういう気持ちになるわけですよ。だからこの辺はあんまり長く話しませんけども、きっちりとレンジ戦略のままにいかないよってことですね。でも最初は慣れるまではレンジ戦略をつぶさに守っていただくと、確かに資金が増えていくことはもう確認できます。レンジ戦略でもロスカットを食らうことありますけども、例えばね、5回レンジで利益を取ったら1回ぐらいロスカットを食らうよね、ブレイクアウトでロスカットを食らってしまうよねっていうぐらいのペースなんですよ。だからレンジってのは常に相場はレンジがどっかに出てますし、そこにレンジ戦略で同じパターンで乗っかることができるんで、資金を増やし続ける魔法の箱っていう風に考えてもいいと思います。で、逆にレンジでお金が増えないってことは、まだまだレンジのね、幅の取り方が違うとか、例えばこういう一番最初の力点の決め方が違うとか、その後に修正をしてないとかね、そういったことになると思いますし、レンジの場合ちゃんとね、反対側書きますけども、ここでちゃんとエントリーしてるのかっていうところもあります。で、バイとセル間違わないようにね。あとはブレイクアウトもきちんとフォローできてるかってやつですよね。まあ、これに関してはレンジ内オプションで、トレードをしているけども、ちょこ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 相場見に来るタイミングがないよって方のペースに回して、実際に自分が勝ち越しのペースに入っていけてるのか、それともまだ右往左往してるのかっていうふうな立ち位置も確認する必要があります。もし、自分のライフスタイルとトレードのリズムが合わないようでしたら、もうこれはウィークでね、どっか一日決めて、その日だけはトレードをしっかりやるっていうふうに決めたりとかね。もう毎日、プライベートっていうかね、他のこととトレードの両立が難しければ、週に一日でいいんで、両立できる日を作ってください。そこが突破口になりますから。で、極端に言うと、週のうち1日しか取引できなくても、その日にね、例えば1万円前後勝てるようになったら、月収で3万から5万ってプラスアルファになるわけでしょ。だからまずはここが
乗っかるべきところなんですよ。で、そうすると今度はトレードできる日が週に2日になると、単純に月収っていうのはプラスアルファ6万から10万上がるってことなんですよ。じゃあ3日になったらどうですかってことですよね。こうやって週に1回しかトレードしなくても、きちんとレンジ戦略が守れていると月収っていうのは倍で増えていくんですよ。まあ単純にそうもいかなくてロスカット食らう時もありますけどね。でも少なくとも言えることは、レンジ戦略を一つものにするだけで投入資金はずーっと増えていきます。一生です。あとは投入資金の額を増やすかどうかっていう風な話になってきますんで、思ったよりも利益をね積み増していくことは簡単になります。ただしでかいお金を扱う、特にトレードで扱う精神力ってのは別で鍛えていかないと、例えばね、じゃあ10万円を15万にしました、じゃあ同じ方法で100万を150万にできるかっていうと、10倍の精神力が必要なんで、いきなりは無理ですね。だから10万を15万にできるようになったら、11万を15万5千円にするぐらいのこのペースでやっていくってことになります。根気が必要、コツコツってのはこういう時に使うっていうふうに覚えておいてください。それではレンジ戦略の概要はこれでいいかなと思います。またご質問いただけますようよろしくお願いします。